こちらはネクスコ東日本です。午後3時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。鶴ヶ島ジャンクション久喜方面へのランプで自動車が故障して止まっています。引き続き関越道を新潟方面へ走行中の方にお知らせします。雪のため141キロポスト付近の水上インターから229キロポスト付近の小千谷インターまでの区間では冬のタイヤなどによる滑り止めが必要です。ハイウェイラジオ関越道鶴ヶ島よりお伝えしました。あなたに聞き取れ、ネクスコ東日本。